君に守るものがあるなら、その剣を取れ。よう。ここはガーッペリの洞窟さ。運よく川に落ちたんで助かったんだ。川？おいバカ、まだ横になってろ。熱が下がりきってねえんだからよ。しょうがねえだろ、ずぶ濡れでおまけに凍えかけてたんだからよ。なんだよその目は。ほらお前、うわっ、何すんだてめえ。こら、てめえいい加減に、てめえいい加減にしやがれこの悲惨な。こっちは死ぬ思いでてめえを川から引きずり上げたんだぞ。女じゃなかったらぶん殴って顎外してるところだぜ。女？たく、すぐ頭に血上りやがって。これだから女には戦仕事は向かねえっつーの。私だって好きで女に生まれたわけじゃない。情けない、お前だけには助けられたくなかった。お前だけにはまだ体が随分と嫌われたもんだぜ。グリフィスに会ったあの日から全てが変わった。私は今でも長い夢を見続けているような気がする。あの人の隣にいたい。あの人の夢を成し遂げるために欠かせないものになりたい。その願いが叶えられると信じていた。信じることができた。あの日お前が現れるまでは覚えているか。あの日あの丘の上でグリフィスがお前にかけた言葉。お前が欲しいんだガッツ。グリフィスは誰にもあんなこと言いはしなかった。今まで誰にも。なぜだ、どうしてお前でなければならないんだ。どうして私があの人の剣になりたかったのに。そうか、それがお前の夢か。追ってだ。ガッツ、いるか。
返事をしろ、ガッツ。おい、やべえんじゃねえのか。ガッツ、おい、死ぬなって言ったろ。お前は私との約束を破るのか。ガッツ、うっせえな、ゆするんじゃねえ。傷に染みんだろうが。カッツ。あ鷹の段に百人斬りのガッツありだな。100人斬り、ガッツ隊長。ガッツ、その怪我は大丈夫か。気にすることはねえよ。お前がやってることに比べりゃ俺が斬り合うなんざ大したことじゃねえんだ。それはどういう。お前もグリフィスもそうさ。生きてることを丸々かけちまうほどのもんを持ってる。だがよ、俺が行き当たりばったりで100人と斬り合おうが1000人と斬り合おうが大したこっちゃねえと思うんだ。ここの連中は吹けば消えそうな小さな夢を持ち寄ってグリフィスっていうでっけえ炎に投げ込むんだ。でもな、ここに俺の火はねえ。俺はそのかがり火にちょいと温まってフラッと立ち寄っただけなのかもしれねえ。ガッツ、俺は物心ついた時には戦場にいた。俺を育ててくれた傭兵団のボスは剣の振り方以外何も教えちゃくれなかった。死にたくねえって理由だけで、こいつを振り回すことしか知らねえってだけで俺は戦をやってきたんだ。そして何より一番肝心な戦うわけってやつを俺はいつも他人に預けようとしてたのかもしれねえ。ガッツ、お前、お前、まさか、まさか鷹の段をやめるつもりじゃ。